ックグラウンド、背景は、もともとは独学で音楽を、電子音楽を作っていたんですが、大学院で、美術学部に入学をして、そこからだんだんこう音を使ったインスタレーションであったり、こう、写真表現であったり、いろいろこう表現方法が広がっていって、その一つとして今も、コンポジション、で電子音楽を作っているという感じですね。大学院では主にこう特定の何かを研究するというわけではなくて、自分のこう、方法であったり、こう、なんて言うんでしょうね、フィールドワークを通じて何を考えることができるのかみたいなことをずっと行っていまして、その中で特に、中心としてやっていたのが、環境の中で、どのような音を拾って、そこにどういった、意図づけというか、社会の中でどういうふうにそれが機能するのかということを作品を通じて考えるのようなことをやっていました。日本ではもともと京都で、バシェの修復プロジェクトがスタートして、でそこに徐々に、東京芸術大学の自分が所属している、研究室が関わるようになっていって、その東京芸術大学で修復をしていたのは、勝原フォーンという、バシェの、音響彫刻だったのですが、そこが、ラボラトリーでこう修復されていく過程なども見ていて、でそのうちにやっぱりこう音を鳴らしたくなって、僕もちょっと録音をお願いして、録音する機会を得たという感じですね。それでやっぱりこう物が鳴る音というか、そう実際に鳴らしてみると、こう、電子音を録音するのとは全然違う雰囲気を持っていて、これはちょっとプロジェクトとして継続をしていきたいなというふうに考えました。やっぱりその物が鳴ると、空気が、音が鳴るってことは空気の振動ですけど、その場所の本当に空気感であったり、こう雰囲気みたいなものをキャプチャーするっていうことができればなということを録音の時に考えていました。で、そのやっぱり録音した、素材をなるべくそのまま活かしたいなという思いがあったので、なるべくこうプラグインであったり EQ みたいなものも極力、最小限に抑えて、そのままの空気が伝わるような形で使っています。3日間、パリで録音をしたのですが、最初はやっぱりクリスタルバシェの持続音であったり、こう、楽器的な構造を持ったバシェの音であったり、種類別にだんだんと録音をしていって、最初はこう素材ごとに、分ける工程を挟み、そこからこう素材を選定していってコンポジションしていくという方法で、今回作っています。GRM のスタジオに、2週間滞在制作をして、そこでは、クーピニーであったり、サージ、EMS といった、とても貴重な特徴のあるシンセサイザーの音を録音して、それと、バシェの素材を組み合わせて、コンポジションしています。やっぱりこの音もバシェと同じように、元々の音の素材というかシンセサイザーの音を活かせるように、なるべく、ローな状態で使うことを意識して使っていて、セクションごとにサージであったり、このクーピニーの音に分かれている箇所もあるので、ちょっと聞いていて音色の違いなんかも分かるんじゃないかなと。この曲は初めは、バシェの、音が、点々とこう展開をしていくんですけど、やっぱりこうアクスモニウムで演奏することを前提として作曲をしているので、パンニングであったり、配置っていうのが一番すごく大事になるなというふうに感じていました。でそのバシェの素材を中心にどんどん、展開していくうちに、GRM で録音したシンセサイザーの音が、共に展開をしていって、こう GRM のシンセサイザーの音色にだけの切り替わったり、最後は、バシェの音を中心に展開するといった、基本的にそのバシェと GRM の素材2つだけで、
作るという、まあ、制限のようなものを自分の中で作ってコンポジションしています。バシャの素材を録音するっていうこと自体がもう結構空間的な表現にもともとなっていると思いますし、そのやっぱりそれをちょっと捉えるキャプチャーするためにやっぱりマイキングに一番苦労したというか力を入れたポイントかもしれません。まあ、加速度センサーを用いたりマイクも、まあ4つぐらい種類を使って録音をして、まあ、その中から鳴りですね、空気の鳴りだったりまだ激音持続音とか種類に合わせてこうどのマイクからの音を使うのかというのを選定してその、まあ、空間的な表現をどのように出すかという方に、手法を工夫しました。Thank you.